はい、レオンです。今回はね、Fire HD 10の Amazon アプリストアの方から TikTok のダウンロード&インストールに YouTube 登録チャンネルの動画を見てみたの、プレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。こっち Amazon アプリストア TikTok、 こっちですね。ダウンロードやっていくんで、これあの結構あの女性が多いっすね。あとミュージシャンとかも結構動画上げてるんで、で先週ぐらいだったかな、 M ステでね、あのタモリが司会のあるでしょ、ミュージックステーション、あれでなんか TikTok 特集とかが組まれてましたよね。ミュージシャンが TikTok に上げてる動画の紹介とかやってたですよね。あ、これクッキーだ。クッキーいいっすよね。面白いっすよね。結構の遊び心満載で、顔のメイクのいろんな人のやったりね、開く。これね、あのスマホではもうアクセスしてるんだけど、この Fire HD 10では今回初めてなんで、動物ペット好きなカテゴリーを選んでください。コメディ、スポーツもいるとか、ゲーム、ダンス、アートもいいっすよね。ロマンス、ロマンスいっぱいあるっすよね。パフォーマンス、グルメ、車、フィットネス、ファッション、アウトドア、あとはアクセル、こんなもんかな。とりあえずこんなもんで、上にスワイプするんだよね、こうやってね、こうやって赤ちゃんのね、マイページ登録やってるんだけど、これ上はあの初回登録ですね。初めてアクセスしてまだアカウントがアカウント作ってない場合はね、アカウント作成してない場合はここでやるんですよね。 TikTok に登録するプロフィールを作って他のユーザーをフォローしたり自分の動画を作ってみよう。電話番号またはメールアドレスで登録か、 LINE で続けるか、 Twitter で続けるか、 Facebook で続けるか、顔トークで続ける。で下はすでにアカウントお持ちですか、ログイン、これ下なんで、もうすでにアカウント持ってるから、ここですね。 LINE 多分 Twitter でやったと思うんじゃないかな。 Twitter で続ける、 TikTok によるアカウントへのアクセスを許可しますか、タップして切り替える。これレオン、タップしてアカウントを切り替える。これやったんだけど、ね、作成済みのアカウントを使う。あれ？あ、ちょ、これあれだな。もう一回。ちょっと少々お待ちください。今ログイン ID ね、今入力してるんで。これでログインするんで、これで多分 OK じゃないですかね。作成済みのアカウントを使う。あれ？おかしいな。変だな。ちょっと。タップしてアカウントを切り替えるのかな。ちょっとおかしいね。これで多分 OK なの。あ、これか。アプリのアクセスを許可。認証中。OK だ、OK。で、自分の。これですね、レオン。あの TikTok は縦画面しかできないんですよ。横画面ができないもんだから、ちょっとこれはね、これはま、これは切り替える。 YouTube とか Instagram とか、これは YouTube で切り替えるんですよ。今切り替わるんですよ、これね。で上がインスタグラム、これインスタに変わるんで、これ今インスタなんでフォロー中。
これ、まあ、ほとんどアイドルなんだけど、こういうのちょっとやったら時間かかるからさ、あれ今インスタになってるな、あれこれだな、今インスタになってるな、で、下がツイッターですね。これ、これがツイッターなんで。で、右は、右はプロフィール編集、ゲーム実況をしてますっていうふうに、いつもの YouTube と同じ自己紹介なんだけど、右は、これの、ちょっと、これはまだフォロワーされてないんですよ。で、こう左がフォローしてる人の、いろんな人の、ヒカリンチョっていうのを YouTube でも登録してるんだけど、まだ17歳なんだけどね、ギャルなんだけど、かわいいっしょ、めっちゃ。音楽が、楽曲、著作権の関係で音楽流してないね。これあれ似てるな、女優の。中リーザっていうの顔似てね。なんか、ちょっとエロいっしょ。ちょっと音がちっちゃいな。ボリュームが出ないな。何分だ6分、あ、逆だ、ちょっとボリューム今のもう一回見てみよう。かわいいっしょ、めっちゃ。これ次のこれ切り替えできるよ、こうやって。結構エロいでしょ、可愛いでしょ、結構化粧濃いけど、化粧とっても可愛いと思うよ、スピンでも。17歳だからメイクも上手いんだよ。これはスピンだな。スピンでも可愛いっしょ。やっぱ17歳だったらスピンでもいけてるからね。こうやって感じでいっぱい。これは面白いよ。うまいね、本当に。この時は16歳だ。1年前の動画だよ。静岡出身って。可愛いね。こうやって上にスワイプでもできるんだよな。こうやって女子高生、まだ高校生だからね。セーラー服では燃えないんですよ、全然。そこまでエロくないんで、ワンちゃん抱っこしてるやつだね。ヒカリンチョとか、と誰入れてたかな、渡辺直美もあるんだよな。渡辺直美面白いよ。面白いでしょ。取るよ、いけ取るよ。で最後、バイバーイ。
これ見たことないな。これを見てね。これ著作権入ってない？これ大丈夫か？面白いでしょ。あとナーニャも登録してるんですよ。猫、にゃん、猫、にゃん。これ猫だな。あ、この人の面白いよ。お気に入り入れてるんだけど、猫の動画だけですね。面白いんだよ。ほんと TikTok 猫の動画がね圧倒的なんですよ。これ面白いですよ。あれ？面白いでしょ。あ、これじゃねえな。まあ、これ面白いね。俺が見たかったやつが。まあ、面白いのたくさんあるんだけど、あの段ボール使う。あ、これだこれ。面白いでしょ。こういうのとかね、いろんなパターンでやるんですよ。ダンボール、アマゾンのダンボール使って、アマゾンのダンボールに乗っかってね、乗ってやるんですよ。結構猫いっぱい飼ってんじゃないかな。うん。なんだよ。僕は眠いんだ。面白いでしょ。あのアーティストのアイコがね、猫の YouTube で前猫の動画ばっかり見てるとか言ってたんだけど、今 TikTok 猫の動画バンバン見てないかな。めっちゃ上げてるからね。猫飼ってるんじゃないかな、アイコも。私の弟子、だって大きいだけでしょ、何にもできないのよ。でもね、飼い主さんが可愛がらないよ、なんでかね。でね、腹立ってね、ちょっとガブってしたらね、私に怒られるの。なんでだろこれ、私の方が圧倒的に。こういうのとか猫やってる人結構多いっすよ。あ、これ面白いですよ。これもお気に入りなんで俺。ガツガツ食うやつなんですけど、すごい食欲いいよね。
かわいい。これ多分メスじゃないかな。メス猫じゃないかな。めっちゃかわいいね。いろんな帽子かぶしてなんかやってるね。すごい食欲だよな。ガツガツ食うでしょ。何なのかな、食べてるの。猫用の餌なのかな。すごい、ちゃんとしっかり餌掴んで食べてるからね。かわいいよ、めっちゃ。かわいいね。こんなもんで。いろんな人のあげてるけどね、猫の動画たくさん。あとは AKB も入れてるけど、 AKB なんか曲入ってるはずだからな。ちょっとでね、これがお気に入り、あのダウンロードしたやつですね。あのセーブした2種類選べるんだよね。ダウンロードとセーブってできるんですよ。セーブにするとこの TikTok で見れるんですよ。今は露天風呂に入ってます。めっちゃエロいな、かわいいわ。めっちゃ可愛いわ。これ面白いですよ。宮古島、沖縄の。これ本当に喋ってるんですよ。この三味線、あ、喋るんじゃない。三味線直して、なんか歌ったんじゃないかな。歌歌うんじゃないかな、なんか。あ、指笛だ。あ、口笛。すごいでしょ。ね、すごいでしょ。オウムが。すごいでしょ。ね、すごいでしょ。いっぱいあるよ、本当に。たくさん。あ、これそんなに入れてないんだけど。何分になる？今日はちょっと YouTube できんな。ちょっと時間がもう20分ぐらいになるからな。これ行ってみようか。欅坂の、あの日向坂46の、これのお気に入りの渡部美穂。今日まさから君に会えるって思ったらウキウキしちゃった。渡辺美穂だ。大好きだよ。かわいい。めっちゃかわいいでしょ。まだ18歳ぐらいじゃん。10歳。おはよう。今日も朝から君に会えるって思ったらウキウキしちゃった。大好きだよ。これはさっき見せたやつだね。これはあれだな。たまに重なり合うような長いからね、これ。猫かわいいね。
犬も好きなんだけど、やっぱどちらかって言ったら猫派なんだよ。でこれね、あのフォローしてる人の例えば、誰がいいかな。この猫ちゃん行ってみようか。これね、長押しすると動画保存かセーブ。セーブはこの TikTok に入れるんですよ。今セーで保存にすると、あのこれストレージに入れるんですよ。で今の入ってるんでね、これ入ってるでしょ。さっきここまでだったから、今これ今セーブしたから、こんなもんで。ちょっと動画が長いから、ちょっと YouTube やるつもりだったけど、ちょっともう長いからもうこんなもんでということでやっていきました。はい、以上にしたいと思います。はい、今回はね FHD10 の Amazon アプリストアから TikTok のダウンロード&インストールやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。